One, two, three, four, stop, stop. One, two, three, four, stop, stop, stop. と言ったら涙止まる。喧嘩をしたってくよくよするな。笑ってしまえば忘れるものさ。どんなこと、どんなこと考えているから。爆発ドローは生かしているんだよ。 One, two, three, four, stop, stop. One, two, three, four, stop, stop, stop. と言ったら涙を拭いて緑の野辺を歩いてみよう。だと叫べば最高なんだ、yeah! そんなこと、そんなこと考えているから。爆発ゴローは生かしているんだよ。爆発ゴローは生かしているんだよ。俺んち来ないか。うん、ステレオ買ったんだよ。ステレオか、いいな。でも今日は新聞部が忙しいんだ。こう見えても俺は取材記者だからな、忙しいんだよ。柄じゃないぜ、新聞部なんて。何言ってやんだよ。すげえ特ダネ掴んであっと言わしてやるからな、待ってろよ。じゃ、またな。ガリバンで手を真っ黒にして何が面白いんだかね。面白くするもしないも、それは残った3人の協力次第で変わるのよ。大勢いればいいってもんじゃないんですからね。とにかく3人で頑張りましょう。つまり少数精鋭ってわけですね、キャップ。いや、やけのやんぱちさ。いちいち気の滅入るようなこと言うなよ。どんな材料を集めてくるかが肝心。早速始めて。合点。今後は俺についてくるといいざんすよ。取材のやり方いろいろ教えてやるからさ。え、嫌だね。え、特ダネをつかむには一人でなくちゃ。行ってきます。大丈夫ざんすかね、あんなこと言って。あのめくらめっぽうがいいところなのよ。貴様のことだよ。何ぼやっと突っ立ってんだよ。何言ってんだよ。俺が突っ立って言うとここは天下の横断歩道で、俺の勝手だ。もたもたしねえで早く行けよ。何？何にも聞こえねえよ。早く行けってんだよ。大きなお世話で、あんたの指図は受けないよ。このガキ、信号を見ろ、信号。何か事件はないですか？
事件って君は一体何だね。あ、新聞記者です。新聞記者だと。ほら、これが身分証明ですよ。面白い事件があったら教えてください。冗談もほどほどにしてくれ、こっちは忙しいんだ。あ、冗談じゃないですよ、本物ですよ。本当か嘘か、それならキャップが探してくればいいざんすよ。体育部も文化部も全部回ったけど、奴が行った様子はないざんすよ。それじゃ、どこかで昼寝でもしてるんじゃない。へえ、偉いやつしょい込んじゃったな。ああ、とんでもねえもの引き受けちゃったな。トクラネってのはなかなかないもんだね。閉めた。棒に当たったぞ。オレンジじゃないよ。よし、今週の特ダネは君に決めたよ。え、駆けずり回った甲斐があったぜ。坊や、坊や、坊や、助けて。やめなさい、やめなさい。坊や、助けて、助けて。坊や、よし、おい、何をするんだよ。岡田、手拭いないか。やめろ。どこだ、どこだ、どこだ。毎朝新聞のもんですが、すごい活躍でしたね。どうなることかとハラハラしましたよ。一つ武勇伝でも聞かせてください。どうしたの、大石くん。毒ダネだよ、キャップ。毒ダネだ。毒ダネだ。ああ。俺やったんだよ。ああ。大石くん。何かあったの、大石くん。一平くん、救急車。おい、岩さん。何ですか、部長。この青空学園ってのは、うちの娘が行ってる学校だよ。へえ、そうですか。2年 A 組っていうと同級生だな。そりゃ面白い。部長、お嬢さんに電話してもらえませんか。大石五郎ってこの横顔でも聞きたいですね。です。ああ、大石五郎よく知ってるわ。そうよ、だって新聞部員ですもの。火事のことでしょ。新聞部員ですか。こらますます面白いですね。一つ派手に行きましょうか。ダメダメ、相手は中学生だ。あまりセンセーショナルに扱うとのぼせやがる。
お父さん、ひどいわよ。なんだね。見てよ、この記事。うちの新聞が何か間違ったことでも書いてるかね。大石君のことよ。それがどうかしたのかい。他の新聞は大きく取り上げてるのに、毎朝はまるで申し訳みたいにちょっぴり。それでいいのだよ。他の社のことは私は知らない。だがそれは私の編集方針だよ。どういうことなのそれは。真由美も新聞部のキャプテンだそうだが、考えてみるんだな。だってこんな美談はめったにないわよ。こういう時こそ新聞で大きく取り上げて、大石君の勇敢な行動を褒めるべきだわよ。そうは思わないね。なぜ？考えてみることだね。よくわかんないけど、私は全然気に入らないわ。あゆみさん。あ、キャップ。大石を新聞部に入れて本当に良かったざんすね。これで我が新聞部はぐっと人気が出るざんすよ。そうね、そうね。そうなんすよ。人気が出れば第一部員が増えるし、学校でも部費をたくさんくれるかもしれないし。そんなうまいわけにいくかしら。大丈夫。この首をかけてもいいざんすよ。オーバーね。何並んでんだいこれ。ねえ君、何のために並んでるの。新聞部だよ。え、新聞部。僕ね、新聞部に入れてもらおうと思ってさ。へえ。あ、君も志願だったら僕の後ろに並んでるといいよ。理由は？だってかっこいいじゃん。大石君みたいに事件記者になってさ、新聞にテカテカって塗るようになりたいのよ。わかりました。後で連絡します。わあ、後でなんて言わないでさっさと決めちゃってよ。さあ、押さないで押さないで。さあ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 。ねえ、静かにしてよ、静かに。もう、ひどい目にあったざんすよ。ただただ驚きだわね。どうしたの？ねえ、どうしたの？どのくらいやけどしたの？ちょっと触らしてよね。そうでしょ？かっこいい。ねえ、サインしてお願い。サインなんかとんでもねえよ。お願いします。おい、やめろ。助けてくれよ。えらい人気ざんすね、キャップ。ねえ、サインゆりちゃん、あたしも新聞部に入れてよ。だってあなた、文芸部と美術部と音楽部、たくさん入ってるじゃないの。いいわよ、一つぐらい増えたって。でも新聞部って忙しいのよ。週に一回新聞出すのって大変なのよ。そう、あたしを入れたくないのね。そうは言ってないわよ。ただ忙しくて、あなたには無理だって言っただけよ。わかってるわよ。あたしを新聞部に入れたくない理由。大石君を独り占めにしたいからでしょ。そうなのよ、決まってるわ。バカなこと言わないで。私は大石君のことなんか別に何にも。弁解無用よ。ゆりちゃん、新聞部に入れてくれなくたって大石君を必ずぶんどってみせるわ。いい加減にしてよ。いいわね。手品でも始めるんざんすか。うん、バカにしないで。何の真似ざんすかこれ。つまり私に挑戦状を叩きつけたのよ。へえ、そいつは面白いや。はあ、いい匂い。天国ざんすね。まあ、みっともない真似はやめて。あ、
ひどいや。少し静かにしてよ。いいじゃないの、やるときにはちゃんとやるんだからさ。あら、おいしくん。あ、ゴロちゃん、なんか特ダネ掴んできた。いや、全然ダメだ。はい、これ、私のもあげるわ。あ、困っちゃうな、俺、いらないよ。いいの、いや、遠慮しないでも。おいしくん。はい。これ、書き直して。どうして?長すぎるのよ。だって。二面の一番下一段開けてあるから、そこにまとまるように書き直して。たった一段?そうよ。そんなのひどいよ。こんな特ダネをたった一段だなんて。ニュースの価値を判断するのは私なのよ。とにかく書き直して。編集長、おぼだわ。そうよ、そうよ。大石五郎は新聞のスターだぜ。みんな大石の記事を読みたがってるんだ。そうだよ。新聞は読まれなくちゃ意味はないよな。そうや、そうや。新聞にスターはいらないのよ。気に入らない人はみんな出てってよ。まあ。あ、いたいた。五郎さん。うちの庭にテニスコート作ったのよ。へえ、すごいんだね。今日がコート開きのお祝いなの。一緒に来てよ。ねえ、いいじゃない。みんなも一緒に来てよ。うわー、幸せ。私絶対行くわ。なあなあ、行こうぜ、おいしい。まゆみさん、いいわね。五郎さんお借りして。私に断る必要なんかないわ。おいしくんの勝手ですもの。お許しが出たわよ。さあ行きましょう。よし、一丁汗でも流すか。じゃあね。行きましょう。どうぞ。バカにしてるわ。そんな、バカな。じゃあ、さよなら。あら、テニスやる約束でしょ。俺、店の手伝いしなくちゃならないんだよ。つまんないな。大石酒店です。ええ、大石五郎は私の甥でして。はい、兄の子供なんですが、ちょっと事情があって預かってるんです。いえ、何、そんなお褒めいただくような。どうも恐縮です。はい、ええ、はい。ビール一ダースですね。早速お届けいたします。毎度ありがとうございました。毎度どうも。大した人気じゃないか、五郎は。ちょっとした福の神ってやつだ。なんだよ、今頃。預かるときは文句ばっかり言ってたくせにさ。そうだったかな。ただいま。おかえり。お前のおかげでお得意がどんどん増えるよ。別に俺のせいじゃないよ。帰ったばかりで悪いが、一橋頼むよ。ビール一ダースだ。ああ、でも今日はこれ一回にしてくれよ。ちょっと用事があるんだよ。いいともいいとも。新規のお客さんだけ顔を出してくれりゃいいよ。特ダネってやつはなかなかないもんだな。学生さんよ。悪いけど金貸しすんねえか。明日ケースからよな。僕お金なんか。嘘ついちゃいけねえな。3000円釣り銭もらったとこちゃんと見てるんだぜ。でもこれは。なあ貸してくれよ。許してください。僕は。いい加減に出さねえと痛い目に遭うぜ。はあ。明日の今頃またここ行きな。返してやるからよ。なんで貴様何すんだよ。痛いよ。早く逃げろ。てめえやる気かい。この野郎か。やろう。どうしたんだい。調子のいいことばかり言いやがって。さこい。わし爆発だ。行くぞ。からってよっ。待て、今逃げられたらせっかくの苦労が水の泡だ。許してくれ。おはようございます。おはよう。見てごらん。中学生の乱闘。へえ、ずいぶん派手にやったのね。その中学生 A っていうのは誰だと思うかね。大石五郎だよ。
途方もない子だね、大石君というのは。呆れたわ。大石君。なんだよ、おっかない顔してさ。弁解があったら聞いてあげるわ。何にもないよ。ちょっと腹の立つことがあったからな。目つきの悪いやつをぶん殴ってやったまでさ。大石君。それ以上言わなくたっていいよ。こんな堅苦しいとこなんか俺の性に合わねえよ。大石君。これで新聞部も静かになるな。ああ、せいせいしたよ。インクの匂いってのは。キャップ。何？いや、なんでもないざんすよ。どうぞ。あの、大石五郎さんいませんか？え、あなたは？僕、太陽中学の小島って言います。実は昨日、大石五郎さんに助けられたんです。え？え？心の友達さ。